諦めろと言うが、竹内幸三。彼女、人は諦めろと言うが、女を人は彼女だけでないと言うが、俺には遠くのタニシの鳴き声まで彼女の歌声に聞こえ、遠くの汽車の汽笛まで彼女のため息に聞こえる。それでも彼女を人は諦めろという。